どうもお世話になっておりますテッシーでございます。イースですね。続きを早速やってまいります。ナンバーすでに21です。いきます。ハンマーはもう多分使わないでしょう。リングもタイマーリングにしておきましょうか。ちょっと怖いですが、もうこれほぼラスト、本当にこれがもうラストダンジョンですね。あら、また元に戻ったぞ。あーでももうなんかって感じですね。敵も出てこないですし、あーなんかある。うわわわ、来た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 。あー一方一方、うわー、このここでの戦いか。こいつ剣士か、きついな。うねうねしたクリオネみたいなやついますよ。これ下いけないか。鏡んとこですね、おそらく。ゴール、ん、これは、あ、びっ、うわ、なるほど。鏡はあくまでワープゾーンか。あの神殿のあれと一緒ですね。女神像と。マジか。こっからか。まあ壊す前ですわな。はいと。この街道に流れる悪魔の曲は吹き込む風のようになっているという。どうやらこの回の始まり一本が風を送りする。それで壊せば出られるのじゃがと。ちょっともうハンマー装備しておきましょう。ういっす、不吉な曲ですね。で、柱はこれです。OK。で、ヒーリングつけて。いやー、まさかね。ちょっとここで回復しましょう。まさか、一撃でしたよね、255。まあ何発かもらったかもわからないんですけれども、ちょっと油断しましたね。もうラストダンジョンではないでしょうかみたいなこと言って、まだまだ全然広かったですね。あそこのミラーを、鏡ですね、鏡をまあ何度かワープして、おそらく、まあ、またボスのところに行く感じにはなると思うんですよね。もう一回話すと、じいさんもう話してくれなかったですからね。寂しいな。なんかたわいのない雑談でもしてくれればいいのに、こんなところに閉じ込められてしまったって言ってるんだからねっていうね。しかもこの曲はここの曲だけですかね。なんかちょっと切ない感じもしますけど、いきます。タイマーリング使って、あの速さか、速いな。ちょっとめんどくさい。あー、ここは敵出なかったですよね。ちょいと面倒なので、ハンマーで壊してまた戻ってくるというのが。ここで一回セーブしますか。 OK。
が強かったですよね。ちょっともう戦っても経験値は増えないんで、広い広い、さっき右行ったんですよね。下行って、あれ？ワープできないやん。何これ、ダメじゃないの。え、本当にダメなの？あ、全然ダメですね。え、何のために置いてあるのじゃあ、みたいな。マジか。あれ、てっきり女神像みたいな感じだと思ったんですが、ちょっと違うみたいですね。じゃあ本当に何のためにあるの？怖っ怖っ。変なやついるし、さ、クリオネみたいなって言ったやつですね。じゃあまあ道なりに進んでいって、おお、なんか見たことあるよこれ。見たことありますね。見たことありますよね皆さん、これ。いっちゃいます。ういうい、うわ、ちょく、なるほど、早い。ちょっと次シルバーアーマーあるかもしれないんで、こっちから行きましょう。ああ、奥へは進めないって言ってたのはこのことかもですね。ロッド。あ、ほらほらほら、あった。あれ、多分シルバーアーマーじゃないですか。多分。違う、バトルアーマーってなったぞ。うわ、強っ。シルバーより全然ええやん。バトルアーマー、シルバーを超えましたね。うわ、はい。タイマーリングつけるともしかして、相手こっちのことを認識できない。うわー、これはダメっすね。これはくー、これいかんくないですか。またあるし、あぶね、うわ、ちょっマジか、くー、どうする。ちょっとさっきのボス、まあ、バトルアーマー手に入れましたから先行きますか。さっきのボス、この通路いかんやろ。これはこれはあかんわ。ヒールリングつけて、ちょっと
っとまたボスか。結構、ああここ結構ボスもういんのか。もうねこれイースクリアできるかなって思ってたんですけど、21ナンバーまだまだですね。ちょっと空気的にヒーヒーですよ。ヒーよし、じゃあちょっと回復させまして、ヒール、パワーリングかな。めっちゃめちゃ早かったですよね。めちゃめちゃって言うほどじゃないですけど、まあハエを叩き落とすような感じぐらい。カマキリの方がなんか強かった気がしますけどね。なんかあいつ、こいつの弾は結局なんか八方に飛んでくるだけだったんで、もう構わず攻撃しちゃう感じでやればいいかなみたいな。ちょっとセーブして、キー、もう構わず行っちゃえばいいかなみたいな。でもしっかり読まないとダメか。あー惜しい惜しい、もう惜しい、もう惜しい、やばいよ。さっきのカマキリ戦が、あと一発。もうなんとなく分かってきたのが、もう飛んできたところにもうこっちで待ってりゃいいみたいなね。はい、あーくー、ちょっと、なんでなん、これおかし、おかしないかこれ。おお、これはまあまあまあ、いやー一応ね読んで避けてるつもりではある。あれダメなのか、普通にやってたんじゃ倒せないのかな、もしかして。いやちょっと集中力が落ちて、いやでも最初のやり方で合ってるはずなんですよ。合ってるっていうか、もうそれで行くしかないみたいなね。もうゴリ押しですよ。あー全然行かなくなっちゃった。あれどうして、避けた方、避けたっていうか、そんなもう
欲張らないで行った方がいいのか、ああなんか欲張らないで行った方がいい感じですね。いやーちょっと最初楽勝かと思って高くくってましたけど、そんな簡単、あ、わかった、もうわかった、あれうわー、もうわかったとか言って全然半分ぐらいしかいかなかったですね。あれ、これリングはパワーリングですよね。くー、早いんすよね、こいつが。ほう。いやーですね。リングメールだったらどうなんだろう。こいつの弱点がここなんすよ。結構入りましたけどね今。うわ。ここがノーダメージで入るとこ。右肩と左肩がノーダメージで入ると。ありがとうございます。まあこれ先ほどカマキリほどじゃないんでね、ガッツポーズはさすがにしませんでしたね。最初から結構ダメージ与えられてましたもんね。でここにはおロッド、おイースの本、来た、ここに全部イースの本埋まってるじゃないですか。一応セーブしておきますね。ロッドがあればミラーか、ミラーで移動できるのか。え、じゃあちょっとこの奥は、じゃあ最後6冊目か、もしかするとイースの本が、あれここでしたよね。そうですね、ここの奥が6冊目とかですかね。多分右下、あれボス、右下にボスいましたよね。あれ、ここちょっとパワーリングになってるんでタイマーリングにしときましょう。ここで一旦セーブ取って、キッズ、これはきついっすね。うわ、きよった。うわ。よし。まあここか。こいつの妖術師みたいのも怖ー。 HP 高いな。よし、ヒーリングで回復して。早っ、奴ら動き早いっすね。パワーリングでセーブしてボスですね、おそらく。ここは邪悪な気配がする、それだけ。
なるほど。ここがじゃあ大ボスっていう認識でよろしいでしょうか。じゃあまああと奥行くだけですかね。いやー怖い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 。よし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 。あーこいつなんか上行ったな。よし。あ、たむろってた妖術師がいなくなった。オッケー。お、またようわからんやつがいるで。これカマキリか。カマキリの子分か。オッケー。はい。もうどんどん進んじゃいますから。あれ？こっちは違うか。合ってるの？合ってないの？どっちなん？ちょっとわかんないっすね。もう柱がまたある。あー、この上はじゃあシルバー。あー、でもシルバーじゃねえか。もうバトルアーマー持ってるからいらねえんすよね。はよ。よしよしよし。おお、フレームソード強そうじゃないの。240。あれ、おお強い。255。最強じゃないですか、もしかして。お、ちょっとフレームっぽくなってる、もしかして。オッケー。あ、戻っては来てないけども、結局ミラーが必要なところになりましたね。果たして行っていいものか。はい、これがロッドの力ですね、おそらく。おい、ちゃうや。ちょっとセーブさせてもらいます。わからんので。マジでいきなりボス戦とかなくもないと思うんですよね。どこじゃ。どっか。でもこれ、うわ、ほら来た来た来た、ほら。いや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 、全然ダメージ与えらんねえじゃんね。言ったでしょ、ボス戦って。全然ダメージ与えられなかったんですけど。そのまま上から行ったんじゃダメってことか。ここっすよね。これつまないっすよね。どうやって倒すんやろこれ。全然ダメだ。ちょっと全然はあ、なるほど。分解したあい時のあいつを倒すのかな。最初はダメージ与えられないと。きつき、これきつくね。いや、そんなきつくねえか。カマキリに比べたらまだマシかな。
ああ逃げらんないな。あれ当たんないな。当たらんぞ。違うのかな、なんかまだ手に入れてないやつがあるとかそういうことじゃなさそう。いや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 、あれさっきどうやって逃げた。って感じなんですけど、まあ多分分裂ですよね。分裂した時のあいつ、いや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 、こんな野郎。ね、多分分裂した時のね、全然歯が立たない。ちょっとね、1ダメージも与えられないっていうのはね、あ、パワーも全然ダメじゃないですか。あ、ほら、やっぱりそうですね、あの時にダメージを与える、これなか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 ですな。ちょっとね、これ無理じゃないですか。スピードが足りないっつうか、ふえー、はい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 、あーなるほど。いや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 いけますかこれ。くーってる時はもうダメなんですよね。くわー、あー戻ってる時はもうダメだと。くー、うわー、はい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 。でもまあちょっとずつ成長はしてますね。はい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 、とくーってな感じで、あー動きさえ読んじゃえばそんなに、くー、あー、はい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 、なるほどですね。とりあえずはまあ、ふー逃げる、こんな感じで、これで火ダメはそんなに、ぬおーって感じで、うわー、あーちょっとしか与えられないですね。ぬおー、くっ、あー、はい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 、くお、なるほど、そんな感じの動きですね。まあ、そん言うほどそんなにって感じですよね。クッキー、なるほどね、なるほどね、
で、で、で、でって感じですね。くおー、はいはい、皆さんお分かりでしょうか、この動きかー。ちょっと、もうちょっと引き寄せだったな。いやー、いいっすね、このやり合いっすよ。ふー、けい、あー、これダメ、上逃げちゃダメってやつね。もう95ってもう大体もう分かりきっとるやんけみたいなね。 OK、 なるほど、けい、えい、こいや。まあ、ここはビビんないでね、もう引きつけちゃってって感じですね。で、下行って、まあ、左に避けると、こんな感じですね。もう全くね、最初全然ダメージ与えられなかったあの時とはね、全然違うもんでしょ。こうやってね、やっぱ成長していくんですよ。 OK、 ほら95だったのが今やもう175で、あー、ちょっと引き寄せが甘かったな。でもいける。あー、なるほど、ちょっとタイミングが違うと、もうこれ追いつかないですからね。今のはよろしくないパターンですと。倒す、絶対にこいつだけは倒す。ふん、よし、このタイミングや。ほら、ノーダメージですよ、ここ見ました、これノーダメージですよ、これ。ぬん、ここやかー、惜しい。ここですやん、あー、足りない。もう引き寄せて、ここや、あーあーあー、一歩足りないとこうね、もうこれ本当にね、やるかやられるか、もうやるかやられるかですね、これはもう本当に。あ、でももうなんかマス目で分かりましたね、もうこれはいけます、勝てます。あら、あれ、まあまあいけると思いますね、これは。あー、一番いっちゃいけねえとこだな。いや、でもやっぱ難しいですね、タイミングをちょっと掴んだだけじゃちょっとはうまくいきませんよと。よっしゃ、そうはトミヤが下ろしませんよということですよね、要は。OK、 ここじゃか、うわ、ふう、やるやんけ。あ、やばい、あー、大丈夫か、おい、うい、もう皆さんお分かりでしょうか、これ、もうこのバッチタイミングですよ。あー、おお、ダメージ受けてないですからね今こう。あ、大丈夫か、いけるか、 OK、 あー、届かない、ふう、 OK、 こいや、あ、ちょっとずらしやがったこいつ、ずらしやがったか、え、ずらしやがったこいつ、くー、ここじゃ、あ、なんかずらし、こいつずらしとるぞ、タイミングずらしにかかってきとる。お、ほら、うわー、タイミングずらしにかかってきやがった。
やるやんけ。今一番惜しい動画でしたよね。ちょっと時間は過ぎておりますが、やばい、これはあかん。時間は過ぎているんですけど、ちょっとこうやつだけは倒す。あ、ちょっとさっきと全然タイミングちゃうぜこいつ。ずらしずらしずらしやん、それ。それせこいわ、そのずらしは。あ、でも元に戻ったか、このポセイドン野郎が。ここだ。うわー、いやー、もうちょいで倒せるんでね、ちょっとこいつだけ倒させてもらいたい。聞いとらんぞそのずらしは。けい、いやー、さっき良かったですよね。くっ、あー、ダメだ。くー、ちょっとでもタイミングが違うともうダメなんですよね。ふー、これが一番いいパターン。ふう、くい、きて、うわー、ずらした、ずらし、なかなか。おーおーおー、あー、ふう、ちょっと長いな、ちょっとね、悔しいな、ちょっと悔しいね。けい、ふう、ほんとね、一瞬のタイミングっていうか、うい、頭どつかれたわ。あー、早かったか。ちゅー、まあいいわ、ほんと一瞬なんですよね。く、届かねえ。あー、頭どつかれた。あのタイミングは頭どつかれるタイミングか、きついな。あ、これはあかん、これダメなやつですね、全くダメなやつですね。ふう、どこで、あ、ちょっと届いた。なるほど、ここのタイミングかな。あー、なるほど、くっ、あ、頭と疲れない。よし。くー、届かない。もうちょい。ちょいや、これや、ここじゃ。ぐはー。ぐあ、頭と疲れた。いやあ、届かねえ。ちょっとどうなのよ。ああ、はい、ダメか。うわあ、もうちょっと引き寄せか。ちょっとすいません、あと一回ちょっとやらせてください。よし、
好のタイミングやな。あの顎がね下のラインにつくかつかないかぐらいのとこでっていう感じで、はい、そこで行こうかと思ってますんで、ライン、あーちょっと早いな。あーでもダメージは一応与えられてると。顎が下のね壁に少しつくかつかないかぐらいでこのスピードで行くと、これ頭と疲れないんですよね。もうこれで多分いけるんじゃないかと、でももう信じて自分のタイミングを動、もう先手先手で動いていくと。けいでもうこれでこうやってね、あー届かねえ。もう自分のタイミングを信じる。よいし、よし、あー遅い、遅いぞ、遅いぞ、テッシー。あーちょっと早い、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 やばい。あー、いけるいける、うい、宣言通りあと1回でクリアできました。ありがとうございます。果たしてここには何があるんでしょうか。ちょっとそれだけ見てね、次の動画の移動、あれやばない、これちょっとやばいっすね。これやばくないですか。扉に触れると体中に激痛が走る。何かと強い力で封じられているようだ。激痛走ったのに HP は減らないと。はい、ということで、まあ、ボスは中ボスですかね、倒したんですけれども先に進めないということになりました。まだちょっとこなしてないイベントがおそらくあるんでしょう。そうしましたらちょっとね今回長くなってしまったんですけれども、本当にご視聴いただきありがとうございます。もちろん続きもプレイしていきますので、ぜひとも次回の動画もよろしくお願いいたします。テッシーでした。失礼いたします。